サティー・ヤグラハとは、非暴力抵抗運動、あるいは市民的抵抗の一つの形であり、思想である。サティー・ヤグラハはマハトマ・ガンディによって作られた言葉であり、いかなる外圧にあっても、真理に対する内なる信念を、堅持し続けようとする自己の不動の精神状態から、自発的あるいは内発的に発生した社会的、政治的な主張を意味する。その思想は、 彼のもとで発展した。彼はサティー・ア・グラハを南アフリカ共和国でのインド人の権利のための闘争の中で、そしてインド独立運動の中で展開した。その後この思想は1954年から1968年にかけてアメリカで盛り上がったアフリカ系アメリカ人公民権運動にて、マーティン・ルーサー・キング・ジュニアやジェームズ・ベベルの活動にも影響を与え、 さらには、その他多く大衆運動に影響を与えた。サティー・グラハを実践する者は、サティアグラヒと呼ばれる。ガンジーの主導する英の行進サティー・グラハの一例となった。サティー・グラハという語の創造は、1906年に南アフリカの簡易新聞、インディアムオピニオンの行ったコンペティションに橋を発する。このコンペティションでは、 サダグラハという語を思いついたマガンダルガンディが入賞を果たしている。それを受けて、マハートマーガンディは、サダグラハをより明確にするために手を加え、サティーグラハと変更した。サティーグラハは、サティアとアーグラハというサンスクリット語、グジャラーティー語の概念からなっている。前者のサティアとは、ガーンディー枠、サンスクリット語のサットを語源に持ち、 真理を意味する校舎のアーグラ派は一般的に主張や懇願を意味するがガーンディ自身はこの後の意味を堅持固執していくことと説明していた。これはガーンディのサティアグラ派において真理の堅持という内面世界に向けた決定的観点と真理の主張という外面世界に向けた実践的観点とが表裏をなしていたことを示している。 これが非暴力に対するガンジーの理解であり、信仰の本質であった。ガンジーの言う、サティー・ヤグラハは単純な、受動的抵抗という言葉では表現しきれない、それ以上の意味を持っており、非暴力抵抗運動を実践する上での力となった。ガーンディ枠、真理という言葉は愛を暗示しており、真理の堅持、主張を生み出す。したがって、真理は、 力の類義語としての機能を持つ。こういう理由から私はインドの独立運動をサティアグラハと呼ぶようになった。サティアグラハには真実と愛、非暴力から生まれる力という意味が込められており、私はインドの独立運動という文脈の中で受動的抵抗という言葉を使うことをやめた。英語での文章からさえしばしば我々は、 パッシブレジスタンスという語の使用を避け、サティアグラハかあるいはそれに近い英語のフレーズを用いた。ガンジーは1935年9月にサーバンツ・オブ・インディア・ソサイエティの PK ・ラウに宛てた手紙の中で、ガーンディーの市民的不服従というアイデアは、ヘンリー・デビッド・ソローの著作から取り入れたものではないかという指摘について反論している。私が市民的不服従のアイデアを、 ソロウの著作から取り入れたという指摘は間違いだ。南アフリカで私が行った抵抗運動は私が市民的不服従に関するソロウのエッセイを手に入れるよりずっと以前の出来事なのだから。しかしその後私の活動は受動的抵抗として知られるようになった。この表現は必ずしも正しくないので私はグジャラティの読者のために サティー・ヤグラハという言葉を作り出した。しかし私は、市民的不服従という言葉でさえ、インド独立闘争の意味を完全に伝えきれていない、ことに気がついた。こういった理由から私は、市民抵抗という言葉を採用した。そして、非暴力はいつでも、我々の闘争の不可欠な要素であり続けた。ガーンディーはさらに踏み込んで次のように描写している。 私はこれを愛の力または魂の力とも呼んでいる。真理の探求は敵対者に対して危害を加えることを許さない。しかしその敵対者は忍耐と思いやりによって過ちから引き離されるに違いない。サティー・アグラハを応用する中、私は早い段階でこのことに気がついた。あるものにとって真実だと思われているものは別のものの目には 過ちとして映っているかもしれない。そして忍耐とは自らに課した苦難である。敵対者ではなく、自らに苦難を課すことによって、真理を証明すること。すなわち、これが競技となった。以下の手紙の中でガーンディーは、サティアグラハと受動的抵抗の違いについて述べている。西洋で掘り下げられ実践されている、受動的抵抗とサティアグラハの違いを、 私はサティー・ヤー・グラハを完全に論理的で精神的な範囲まで押し広げるよりも前から区別してしまっている。私はしばしば受動的抵抗をサティー・ヤー・グラハの類語として使用した。しかしサティー・ヤー・グラハの競技が固まっていく中で、またサフラジェット運動で見られたように受動的抵抗が暴力を許容していく中で、そして受動的抵抗が弱者の武器であるという認識が 一般に広まる中で、受動的抵抗は、サティー・アグラハの類語としての機能さえも停止させた。さらに言うと、受動的抵抗はいかなる状況においても、真理を誇示することを必ずしも要求していない。したがって、受動的抵抗とサティー・アグラハを比べた場合、以下3つの点について違いを指摘できる。サティー・アグラハは、強者の武器である。 たとえいかなる状況下においても暴力が用いられることはない。真理が何よりも優先される。私は今ははっきりと区別をつけることができていると思う。サティーヤーグラハを語る上ではアヒンサーとの本質的なつながりを指摘しておく必要がある。サティーヤーグラハはしばしば非暴力主義の大原則を指して用いられる。非暴力主義はアヒンサーと本質的に同じものである。 加えて、時に、サティー・アグラハは、明確に、直接行動を指して用いられる場合がある。直接行動とは、例えば、市民的不服従に見られるような妨害的な、活動である。ガーンディー枠、前述のことからも明らかなようにアヒンサーなくして、真理を探求し、真理にたどり着くことは、不可能である。アヒンサーと真理は解きほぐして分離させることは事実上、 不可能なほどにしっかりと絡み合わされている。アヒンサーと真理は、コインの裏と表のようなもの、あるいはむしろツルツルのプレスされていない、つまり裏表のないコインみたいなものと言える。にもかかわらず、アヒンサーは手段であり、真理は目的である。手段が手段であるためにはいつでも私たちの手の届く、ところにあるべきで、つまりアヒンサーは、我々の思考の義務となる。 ガーンディーのサティア・グラハがインド独立運動の中でどの程度の成功を収めたのかあるいは収めなかったのかを評価することは複雑な作業を伴う。ジューディス・ブラウンはサティア・グラハという政治戦略、テクニックによる成果は歴史的な特殊性に依存するとしている。ガーンディーにとっての成功とはあらゆる闘争は敵対者の打倒を目的としなければ ならないという考えや敵対者の目的をくじかなければならないという考え、または敵対者のいかなる妨害にも屈することなく、目的を達成しなければならないというような考えとは違っている。サティー・ヤグラハの目的とは、過ちを犯しているものを改心させることであり、強いることではない。この協力関係を築くためには、敵対者は改心しなければならない。 少なくとも敵対者は正義を目的とすることに対する妨害をやめなければならない。もちろん敵対者、例えば独裁者が戒心を待たずに退陣を余儀なくされるという場合もあり得るだろうが、これはサティーヤーグラハにとっては不完全な成功に留まる。サティーヤーグラハ、非暴力における成功について理解を深めるためにはワークとワークの違いを参照せよ。 サティー・ヤグラハの理論では、手段と目的を切り離せないものとしている。目的を達成するために用いられる手段は、目的の中に取り込まれている。したがって正義に反する手段を用いて、正義を獲得すること、暴力を用いて、平和を勝ち取ることは矛盾する。ガーンディーは言う、彼らは、手段は、結局のところ手段に過ぎないという。私は言おう、手段は、 結局のところすべてなのだ。手段がすべてであるように、同様に目的がすべてなのだ。加えてガーアンリーは以下のように例えている。もし私があなたの時計を盗みたいと思ったら、私は時計をめぐってあなたと戦おう。もし私があなたの時計を買いたいと思ったら、私はいくらか払って時計を手に入れよう。もし私が贈り物として時計をもらいたいと思ったら、 私はあなたに時計を買おう。これらの時計は私が用いた手段によってそれぞれ盗まれた時計、私の所有する時計、送られた時計と区別される。悪にはいかなる手段を用いてでも立ち向かわなければならないという考えをガーアンディーは否定している。もしあなたが暴力的な、脅迫的な、正義に背くような手段を用いたとすれば、 あなたの達成した目的には必ず傷が残る。ガーアン・リーは暴力を解き、非暴力活動家を臆病者とけなす者たちに語っている。もし臆病と暴力のどちらかしか選択肢がないのだとすれば、私は彼らに暴力を勧めるだろう。私はインドに、インド自身が恥ずかしめられる姿を目撃させるよりは、インドに武器を取り、インドの名誉を守ってもらいたいと思う。 しかし私は非暴力は暴力より圧倒的に優れていると確信している。許すことは罰することよりも人間的であると信じている。暴力を用いた抵抗運動が敵対者を傷つけることを意図しているのとは対照的にサティー・グラハの本質は敵対者を傷つけることなく敵対関係を解消することを目的としているところにある。 そのためサティーヤーグラハでは自分たちと敵対者との関係を破壊すること、終わらせることを目的とせず、むしろお互いの関係を変化させる、浄化させる、そして消化させることを目指す。サティーヤーグラハは遠極的に静かな力、魂の力とも例えられる。この力は物理的な力ではなく、サティーヤーグラハを実践するものを道徳の力で武装させるものである。 サティー・アグラハはまた原則として親兄弟と違法人、老若男女、敵味方を区別しないため、万人の力とも例えられる。ガーンディーは敵対者をくじくことを目的とするデュラグラハと敵対者をむしろ啓蒙することを目指すサティアグラハを対比している。彼は言う。不寛容、蛮行、傲慢、不当な奴に陥ってはならない。もし我々が、 本物の民主主義の精神を育てたいと望むのであれば、不寛容を貫いているような余裕はない。不寛容は信仰の大義を失わせる。サティー・グラハにおける市民的不服従と非協力戦略は苦しみの法則に基づいている。これは苦難に対する忍耐が目的を達成するための手段となるという考え方である。この場合の目的とは通常、 個人の、あるいは、社会の道徳の向上、あるいは進歩というニュアンスを含む。したがって、サティーヤグラハにおける非協力戦略とは、実際には、真理と正義を通して敵対者の協力を確保するための手段といえる。市民的不服従を含んだ大規模な政治闘争でサティーヤグラハを用いる場合、サティーヤグラハを実践する者たちは、 規律を保つための訓練を受けている必要があると、ガーンディーは考えていた。ガンジーは言う、人々が可能な限りその国の法に従うことによって、積極的な忠誠心を示すことができている。場合にのみ、彼らは市民的不服従を実践する権利を持つ。彼はサティアーグラヒが守るべき規則を作っている。それ以外の、 国の法律を尊重することたとえそれに不便を感じていたとしても、それらの法に寛容であること進んで苦難を受け、財産を失い、そして家族や友人に課せられるかもしれない苦難に耐えることこれら法に対する服従はしぶしぶ行われるべきではない。良識のある男ならば、たとえ法律が盗みを禁じていようといなかろうと、やぶから棒に盗みを働くようなことはしない。 一方でこの男は自転車で夜道を行く時にはヘッドライトを用意していなければならないという法律を犯してしまったとしても過酌の念を感じることはおそらくない。それでも彼は自分に課せられたこういった類の規則は守るだろう。つまりルールを犯すことで直面するであろう。訴追という面倒を避けたいという思いからこういった規則を守るだろうと考えられる。 しかしこのような形での法の遵守は、サティアーグラヒに要求される自発的な法の遵守とは、呼べない。ガンジーは、サティアーグラハの理念は、単に一過性の政治闘争のためにではなく、不正義、悪徳に対する、普遍的な解決策として機能するものだと、考えていた。つまり彼はサティアーグラハを大規模な政治闘争にも、個人的な争いにも、 応用可能なものであると考えており、そのために広く人々に知ってもらうべきだと感じていた。彼はサティアーグラハを伝えるためにサバルマティアシュラムを立ち上げ、そしてサティアーグラヒに以下の原則に従うようにと説いた。非暴力心理正直であることはもちろん、真理に寄り添って生きること。盗まないこと締結性的な欲求のみならず、サティアーへ没頭するためにが欲を今占める。 非所有から貧困とは区別される。額に汗して働くこと味覚を制御することから、必要最低限の食事で満足すること。恐れを捨てることすべての宗教を同様に敬う、こと不買運動といった経済的戦略を用いる、こと別の場でガーンディーは、インドのサティアーグラヒの本質として7つの規則を、挙げている。強い神への信仰を持つこと真理と非暴力を信じ、 サティグラハの苦難によって換気されると期待される人の生まれ持った良心を信じること死ぬことを恐れず、財産を失うことを恐れず、低血な生活を送ること常に、カディオミニマトイ、自ら紡ぐこと酒や、その他の嗜好品を包むこと公表された、規律に関する全ての規則を進んで守ることそれが、特にあなたの自尊心を傷つけるために作られたもので、ない限り、 刑務所のルールに従うことガンジーは抵抗運動の中でサティアーグラヒに以下のルールを守るようにと提案している。怒りの感情を抱いてはならない相手の怒りに耐えなさい。攻撃や処罰に対して決して報復してはならない。しかし処罰に対する恐れから屈服してはならない。怒りに任せて発せられた要求に屈服してはならない。進んで逮捕されなさい。 進んで財産を没収されなさいあなたが人の財産を預かる身であれば命に代えてもそれを守りなさい。平和的手段でそれを守りなさい人を汚い言葉で罵ってはならない人を侮辱してはならないあなたの敵対者あるいはその指導者たちの旗に敬礼してはならない。また侮辱してもならないもし誰かがあなたの敵対者を侮辱または攻撃しようとした場合は命に代えても あなたの敵対者を守りなさい。平和的手段で守りなさい。刑務所では、行儀よく振る舞い、それが自尊心を損なうものでない限り、刑務所の規則に従いなさい。刑務所では特別な待遇を要求してはならない。刑務所では、それが自尊心に関わるような要求でない限り、便宜を求めるために断食してはならない市民的、不服従運動を主導するリーダーたちの要求には、喜んで、 従いなさいあなたが従う命令を襟好みしては、ならない。もしも、活動内容がふさわしくない、道徳的でないと感じたら、その活動からすっかり身を引きなさい。友人の支援を条件に活動に参加してはいけない。あなたの不要家族を友人に預けて、活動に参加してはいけない。刑務所に入ってはいけないコミュニティ間の争いの、原因になってはいけないコミュニティ間の争いでは、 どちらの味方になってもいけないが、はっきりと正義を示している組織を支援しなさい。それが、宗教間の争いである場合、命に代えても危機にさらされている側を守りなさい。平和的手段で守りなさいコミュニティ間の争いが、起こりそうな時と場所は避けなさいいずれかのコミュニティの、宗教感情を傷つける、可能性のある活動に参加してはいけない。サティー・アグラハの理念は、 他の多くの非暴力運動、市民抵抗運動に影響を与えた。例えば、マーティン・ルー・サーキング・ジュニアは、自伝にて、ガーンディーが彼のアフリカ系アメリカ人、公民権運動に与えた影響について記している。私は、ガーンディーのことを話には聞いていたが、多くの人と同様、真剣に彼について学ぶことはしなかった。しかし、ひとたび読んでみると私は、彼の行った、 非暴力抵抗運動にすっかり見せられてしまった。私は特に塩の更新と彼がたびたび行った断食に感銘を受けた。サティー・アグラハという考え方のすべてが私にとって大きな意味のあるものであった。ガーンディーの哲学をより深く探求するにつれ、私の中にあった愛の力についての懐疑的な思いは徐々に薄れていった。そしてついには私は、 社会改革という分野におけるサティー・アグラハの持つ可能性に気がつくに至った。ガーンディ主義者の強調する愛と非暴力の中に探し続けていた社会改革を成功させるための方法を私は発見したのだ。1930年代のドイツでのナチスによるユダヤ人迫害についてガーンディは抑圧と虐殺に対抗するための手段として サティアヤグラハを提案している。もしも私がユダヤ人でドイツに生まれており、そこで生計を立てているとしたら、私はドイツを自分の国であると主張するでしょう。たとえ背の高い京都のドイツ人がここは自分たちの国だと強弁しようと私は譲らないでしょう。そして私は彼らに撃ってみろと、投獄してみろと挑みます。私は国外へ追放されることも、 差別的扱いに屈服することも拒むでしょう。一方でこのために自分の言っている抵抗運動に仲間のユダヤ人たちがついてきてくれることを待つようなことはしません。しかし私は仲間たちは最終的には必ず私の例に習ってくれるものと確信しているでしょう。もしもユダヤ人の誰か一人があるいはすべてのユダヤ人がこの戦略に賛同してくれたとして、 賛同してくれた人たちの状況が今より悪くなるということはないでしょう。自発的に苦難を選ぶという選択は彼らのうちに力と喜びをもたらします。アドルフ・ヒトラーの計画的な暴力はヒトラーに対してこうにした、そういった敵への最初の回答としてユダヤ人の無差別の殺戮という結果をさえもたらすかもしれません。もしもユダヤ人に 自発的な苦難に対しての準備をさせることができるならば、私が想像している殺戮さえも、感謝の祈りの日に、エホバによって約束された民族の救済の日に変わるかもしれないと、私は思う。たとえ独裁者の手の中にあったとしても、上記のステートメントが批判を受けるとがアンディーは、いくつかの質問に対する回答という記事にて反応した。 ユダヤ人に関する私の主張に対して寄せられた二つの批判記事を友人らが送ってくれた。この二つの批判はユダヤ人に対する不当な扱いに対抗する手段として私が提案した非暴力には目新しい部分が全くないというものだ。私が期待したことは心の内側から暴力を放棄すること。そしてこの偉大な放棄から生まれる力の積極的な実践である。 同様の文脈で、第二次世界大戦に予想された日本によるインドへの攻撃に対して、ガーアン・リーは国防手段としてのサティアグラハを提案している。そこには純粋な非暴力、非協力戦略が用いられるべきである。もしもインド全体が団結して、それを実践するならば、私は一滴の血を流すことなく日本の武力を、あらゆる暴力を無力化できることを示してみせるべきでしょう。 これには、いかなる点に関しても一切妥協をしないというインドの決意と数百万の命が失われるリスクを負う覚悟が求められる。しかし私はこのコストは非常に安いもので、それにより得られるものには千金の値打ちがあると考えている。インドにはまだそのコストを支払うだけの準備ができていないというのが実際のところだろう。そうでないことを私は期待してしまうのだが、 いかなる国家であろうとも、それが独立状態の維持を望むのであればこういったコストを支払うことからは逃れることができない。いずれにせよ、ロシア人や中国人が払った犠牲は人大で、彼らはすべてを犠牲にする覚悟をしている。こういう理由から私の提案する非暴力戦略を用いることによって他の国々が要求されているのと同等かあるいはそれ以上のリスクを、つまり、 インドが武力闘争を行う場合に要求されるリスクをインドには負わないでほしいと私はお願いしている。ありがとうございます。